今日はピンクや。え、そうなんですよ。ピンクです。なんか後ろのカーテンもピンクやからめっちゃピンク好きな好きみたい。好きなんですけど好きなんですけどね、めっちゃピンク好きな人みたい。君が噂のユーリかい。そうですね、噂されてました。こんばんは。31日申し込みました。ありがとうございます。嬉しい嬉しいです。こんばんは。今日もお疲れ様、お疲れ様です、お疲れ様です。私も今日は来れた、嬉しい、ありがとうございます。遅い時間から、遅い時間なんですけど。お家からですか？そうですね、お家からです。お家から配信してます。ジャンレディ、ゆうりちゃんのこといっぱい話してました。え、ちゃんと昨日聞いたんですよ。1時からのリピート、リピート聞きました。なんやっけ、なんか推しメンみたいなのやつで西田が言ってくれてた。こよりんさんはサイポンのこと言ってて、4人でなお団子、4人でお団子食べに行きたいって言ってましたね。行きたいです。ゆりも聞きながら行きたいなって思ってました。なんで毎日配信、配信好きなの。そうなんですよ、なんか全然イベント終わってから、終わってから配信してなかったので、配信した方がいいのかなと思って。やし、喋るの苦手なんで、なんか喋るなんていう練習みたいなにもなるかなと思ってしてます。毎日配信してたの意外やったかも。そうなんですよ。待って、またコメントだけになってた。皆さんありがとうございます。待って、ゆうさんハートありがとうございます。お、野球ボールもありがとうございます。松さん、くまありがとうございます。かなさんハートありがとうございます。はやとしさん、お菓子ありがとうございます。うわ、すごい。こんばんは。ジャンレディ聞いた。ほのぴーの村指、指が。そうですよ。普段あれなんで。普段あれなんですよ。おもろいですね。村井呼びはええんですか？ええんですか？村井呼び全然いいですよ。ああ、あれですか、先、なんかキュウキさんとかが西田の影響で村井呼びになってるみたいな言ってましたね。全然いいんですけどね、ゆりは。ゆりは全然村井呼びでも大丈夫です。松さんハートありがとうございます。みつきさんペンライトありがとうございます。
こんばんは。明日劇場の当落やな。あ、そうなんですか。ぜひ当選してることを願います願いますね。お疲れ様です。お疲れ様です。京香ちゃんが油淋鶏にサインしてもらって、ハートたくさんとマウント取られましたそうなんです。京香が、あのお姉ちゃんがその有利のチェキをが当たったらしくて、それを持ってきてここにサインしてって言ってサインしてサインしました。んでずっと携帯の裏に入れてくれててめっちゃ嬉しいです可愛いですね。ブログにも載せてくれてたし可愛い、もう可愛いですね。みつきさん、だるまありがとうございます。まつさん、ペンライトありがとうございます。 MM さん、野球ボールありがとうございます。こばりさん、かぼちゃありがとうございます。こんばんは。村井さん村井です。よろしくお願いしますこんばんは。ユニバ帰りに見てる。そりゃユニバ行ってたんですね今日。いいなぁいいなぁ。すき焼きくんさん、ハートありがとうございます。お、なんか来た、ナイス。ちょうど今、なおさんのドラマ見てました。え、何のやつですか今やってるやつですか。今やってるドラマあんまり見てないんですよね、ゆりなんかいいのあったら教えてください。くるみちゃん曰く、無口だから笑わしたい存在らしい。来るね。まあそうですね、無口なんですよ無口なんで。でもめっちゃ笑いますよ普通に。なんでやろなんでやろ。かなさん、野球ボールありがとうございます。こんばんは。花より団子花より団子です。そう、ゆりも団子好きなんで団子好きなので。ステージではほのぴーさんにしだ。どうしようどうしようとか言ってどっちがいいんやろ。でもやっぱ初めはほのぴーさんですよね知らない、この関係知らない方が見たら、なんでミュージオビやねんみたいな感じになりそうなりそうやから。こんばんは、こんばんは。さえもんのじょうさん、ハートありがとうございます。むーちょさん、わけありがとうございます。こんばんは。アプリ入れて深夜に聞いたの、えらい。そうなんですよアプリ入れてそのリピートをちゃんと聞きました。それで昨日ずっと起きてたんで、もう寝れなくなっちゃって寝れなくなっちゃって、
寝るのめっちゃ遅くなっちゃった。うわすごいすごい、ありがとうございますだ向上心の塊ですか。やっぱりどんなこと話してたんやろって気になってたんで気になってたんで。すき焼きくんさん、ハートありがとうございます。雄大さん、ハートありがとうございます。かんまどさん、ハートありがとうございます。すごい、雄大さん野球ボールありがとうございます。えらいね、頑張って、ありがとうございますありがとうございます。勝浦さん、お菓子ありがとうございます。雄大さん、だるまありがとうございます。毎日配信のおかげで昨日ゆうりちゃんにたどり着きました嬉しい、やっぱやるかいありますね毎日毎日やるかいあります。それで今日も 見に来てくださってるので嬉しいです。わたるさん、お菓子ありがとうございます。明日31日の公演の当落当たっててほしいです。当たってますように願いって感じ願いよりも願っときます雄大さん、音符ありがとうございます。かんまどさん、音符ありがとうございます。今日も可愛い村井優里、前髪なしが一番似合うありがとうございます。こんばんは。おい西田って呼ぶ公園でもいやちょっと初めはちょっとまだ西田さんで行こうかな西田さんで行こうかな、ほのぴーさんでもなく西田さん梨沙さん、ハートありがとうございます。京華に村井呼びされたら、京華村井呼びたまにしますよたまにします、村井呼び。かんまどさん、野球ボールありがとうございます。ほのぴーは村井呼びか、コールで村井呼びばかやのどうなんですかね。多分村井やと思います。ゆうりの予想はゆうりの予想村井やと思いますね。上新日本橋店のパネル当選した、おめでとうございますおめでとうございます。こんばんは。サバさん、お菓子ありがとうございます。女優感がすごい、すごい女優ほんまですか。嬉しいんかな嬉しいか、ありがとうございます。
推しの先輩おると、皆さん好きなんですけど、でもみかなさん、みかなさんですね。ほんまに可愛くて綺麗で、なんかすごいです、すごいです。こんばんは、ナイスありがとうございます。赤ワインのパーカーさん、10期では公演デビュー、村井は4人目かな。3人目やと思います、多分。ゆうりん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。 M 公演初日おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。マスオさん、野球ボールありがとうございます。このクズを殴ってたんだ殴ってたんだってドラマ、初めて聞きました、初めて聞いたな。今やってるやつですか、新しいドラマ。赤ワインのパーカーさん、風船ありがとうございます。おきったんさん、お化けありがとうございます。チャンスくんさん、だるまありがとうございます。M 公演でよかったよ、なかなか行かない公演だから。そうなんですか、すごいよかったです。よかったです。こんばんは、こんばんは。赤ワインのパーカーさん、何これ、おーみたいな、わおわお、ありがとうございます。ゆうり、甘いもの好き、甘いものめっちゃ好きですよ。甘いものめっちゃ好きです。こばりさん、お菓子ありがとうございます。西田さん呼びが面白いんじゃないですね、ほんまに。西田さん呼びで行こうかな。一番なんか遠い感じ、遠い感じしますね、誰よりも。黒い天使似合いそうで見てみたいな、どうですかね。ユニット、ユニットなんやろ、内股さんって呼んでみたら。内股さんやばい、もう名前じゃない。名前じゃない。おきったんさん、お化けありがとうございます。かんまどさん、流れ星、何、星ありがとうございます。ひでたろうさん、野球ボールありがとうございます。まつさん、ペンライトありがとうございます。ゆうりん、頑張ってね、ありがとうございます。ありがとうございます。村井ちゃんやん、村井です。村井です。あのクズを殴って、なんか聞いたことあるようなないような。今やってるやつなんですね。またどんなんか見てみよう。
31日公演当たるの確信してるから新幹線のチケット買ってきた。え早いですよそれでやばい、当たってなかったら。でもあれですね、当たるんで当たるんでね。みぎっちさん、ハートありがとうございます。こんばんは。毎日見えて幸せです。ありがとうございます毎日皆さんと話せて楽しいです。ゆうりはまつさん、星ありがとうございます。じゅんきさん、野球ボールありがとうございます。サバさん、お菓子ありがとうございます。じゅんきさん、ペンライトありがとうございます。ゆうりん、誕生日ほのぴーと同じ3月生まれやん。そうなんですよ、ゆうりが5日で西田さんが10日です。10日なんですよ。5日違い。これも結構すごくないですか結構すごいですよ。じゅんきさん、音符ありがとうございます。眉毛綺麗、理想的な形。本当ですか。でも眉毛ってめっちゃあれなんですよ、むずくて描くのほんまに。ゆうりほんまにむずくて、実は最近描けるようになりましたよ。最近でもないけど高校の時は眉毛描けなくて。めっちゃおもろくないですか高校の時眉毛描けなくて。そう、ほのぴーにはグイグイ行ってほしいそうですねシュマイケルさん、野球ボールありがとうございます。すきやきくんさん、ハートありがとうございます。待って、今何分？57分や、やば。じゅんきさん、ハートありがとうございます。かんまどさん、音符ありがとうございます。ゆうりん面白いね。初めて言われたそれは嘘か、初めてじゃないけど珍しいですね、面白いのカットバス村イコールやったら笑ける。めっちゃ笑けます顔に出ちゃいそう、 笑いそうですすごい。小針さん、ハート野球ボールありがとうございます。はやとしさん、お菓子ありがとうございます。みかなさんは顔面濃く、本当にそう、もうなんかずっと見ちゃうずっと見ちゃいます。てんさん、頑張れありがとうございます。やばい、あ、よかった。ピンク好きなの、 M 公演の衣装ぴったりやね。そうですピンク好きなんですよ。ほら、これもピンク、これもピンクてんさん、風船ありがとうございます。まちひろさん、
松弘さん、お菓子ありがとうございます。やばい、もう11時になっちゃう。今のピンクユーリン見てたら、オープニング衣装を着ているユーリンがさらに楽しみになってきた。嬉しい。あのピンクの衣装ほんまにめっちゃ可愛いですよね。早く着たいです。早く着たいです。こんばんは。ブラバレさん、野球ボールありがとうございます。マホとった西田さん呼び、おもろい。そう、西田さん呼びで。ブログにもちゃんと3つけて書きました。カッコ3で書きました。そう、5日違い、運命ですよ、ほんまにびっくりしたもん。村井、眉毛描けなかった、どうしてた。そうです。もうこれほんまに恥ずかしいんですけど、高校の時は描けなくて、お母さんに眉毛描いてもらってました。これやばい。でもこれはみんな知ってるんですよ。もう西田さんも知ってます。意外すぎる。中学校の時から休日バリバリメイクしているイメージ。全然ですよ。全然です、ほんまに。やばい、もう11時過ぎちゃった。やばい。渡るさん、風船ありがとうございます。これでピンク嫌いやったらおもろい。いやー、そんなことないですよ。ピンク嫌いやったら絶対このカーテンとかめっちゃ嫌やん。こんばんは。山竹さん、ハートありがとうございます。あついさん、ハート流れ星ありがとうございます。やばい、もう11時過ぎたので、そろそろ終わろうかな。そろそろ終わろうと思います。チャンスくんさん、何やっけこれ、かぼちゃありがとうございます。じゃあいきます。13位チャンスくんさん、ありがとうございます。12位テンさん、ありがとうございます。11位カツラさん、ありがとうございます。10位みつきさん、ありがとうございます。9位サバさん、ありがとうございます。8位わたるさん、ありがとうございます。7位すきやきくんさん、ありがとうございます。6位こばりさん、ありがとうございます。5位はやとしさん、ありがとうございます。4位じゅんきさん、ありがとうございます。
3位おきったんさん、ありがとうございます。2位赤ワインのパーカーさん、ありがとうございます。そして1位松さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。あ、確かに。あ、今夜も村井の配信をご覧いただきありがとうございました。お休みになる方はおやすみなさい。やばい、久しぶりに言った。そうや、明日からテロップに何時までとか書きますね。そう、イメージ違うな。ユーリンは陰キャかなと思った。違ったらごめんなさい。いや、でも陰キャですよ。陰キャですね。って感じで終わります。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。